こんにちは福井教育支援サークルの吉田です今日は教師の言葉を削る漢字指導編ということでお話をさせていただきます。まあ、漢字指導についてはこれまでも何回かかなり詳しく時間をかけて進めてきたんですけども今日は教師の言葉を削るという視点で再度お話をしていきたいと思います。 そこにも書きましたが色チョを使って丁寧に書くというような指導を私は不要だと思います。というのはね先生の一番大事な仕事というのは、まあ、子どもが書いている途中できちっとチェックをして正しく書けているのを見ることだというふうに思っています。それでは実際の指導に入ってみましょう。 えーとね、ちょっと鉛筆書きで漢字ドリルと同じようなものを作ってみました。えー、まずね、今日は、係と板と柱を勉強します。と。まあ、この3つですね。通常だいたい私3つぐらいやります。はい、係を指差します。係、い、かかる、係というふうに読み仮名を読みますと、子供が続いて読みます。その下、関係、連携プレイ。はい、次は、係員。 はい、次は、図書係を決めると、えー。次はというのはなぜかというと、これ私が全部読むと耳で聞いて、えー、読まないんですね。そこでわざと次でというふうに読みます。はいここで読み関係はもう終了です。はい、そこで、係、えー、は任弁嗅覚、嗅覚ということを確認します。では、書き順を見て、えー、画数を唱えながら指書きをします。3回書いたら終わりですと。 えー、ドリルにはね、このように書き順、丁寧に書いてあります。これを見てね、子どもが書けばいいんです。わざわざ先生が黒板に書く必要は全くないですね。はいはい、そしてここまでいったら、次になぞり書きをしますと。1ミ、mm、リもずれないように丁寧になぞりなさいと。まあ、ドリルにはね、まあ、ちょっと鉛筆で書いたんですけども、こういった細かい注意が入ってます。子どもがね、ずれないように丁寧に書いていけば、自然と頭に入っていきます。 仮にね、ここが多少いい加減になっても、止め、跳ね、払いというのは実は許容範囲なんです。もう昔のようにそんなに厳格にやる必要はないです。はい、そして、なぞったら、空いてるマスに書きますと。まあ、ここに書いてあるようなことの流れで、えー、次に板をやって柱をやると。 まあこれで10文字程度いったところで私は小テストをするというふうに進めてきました。まあ、こうやってやりますから、本当に短い時間で授業を終えること、あの漢字の指導を終えることができます。さて、えっとですね、漢字指導というのは結局本人が書いて覚えるということです。 先生がいくら熱心に書いて、黒板に書いても、本人が書いて覚えるに比べれば効果ははるかに低いです。で教師の一番の仕事は、さっきやった指書きのあたりでしっかり画数をまあ正しく唱え、数えながらやっているかをチェックしていくことですね。これ結構いい加減な子がいます。それから、この用例の部分ですね。これは音読を通して理解させていきます。読みでさっと扱うだけで十分です。 えここをねまたたくさん書かせて漢字嫌いを作らないってことが大事です、えー、そしてさっきも言いましたが止め跳ね払いなどはもうドリルに詳しく書いてありますここ丁寧になぞりなさいと言えば自然と子どもの頭に入っていきます、えー、先ほども言いましたが仮に間違いがあったとしてもほとんどの場合許容範囲の中です、まあ、こうやって指導をしていただければ短い先生の言葉で 効率よく漢字学習が進んでいきます。なお何度も言いますが、小テストを必ず混ぜていくということが大事です。以上参考にしていただければ幸いです。